去年オープンした静岡市の日本平夢テラスの来館者が今日50万人を達成しました。静岡市の新たな観光名所として日本平山頂にオープンした日本平夢テラスは今日来館者50万人を迎えました。50万人目となったのは家族で訪れた浜松市東区の西条美咲さんで、花束と記念品が贈られました。富士山とか海とか景色を楽しみたいです。日本平夢テラスでは当初年間30万人を目標にしていましたが、オープンからおよそ4ヶ月の今日50万人を超えました。毎日毎日見える景色が違いますし、時間帯によっても変化していきますので、何度も来ていただいてお楽しみいただけたらいいなとは思います。日本平夢テラスでは今後もイベントなどを企画し、多くの来館者を呼び込みたいとしています。